爆裂ドリブル、それは稲妻イレブン GO ギャラクシーにて実装された、シリーズ初のミニゲーム型熱血特訓。スライドパッドの激しい消耗を促進する、大胆不敵なアクション性に、エンドコンテンツとしても十分に遊べる、歯応え抜群の難易度、さらに思わず大パンしたくなる、中毒性抜群のギャンブル性。これら三拍子が揃った神ゲーとして、発売から10年以上が経過した今なお、多くのプレイヤーを虜にしている。盛りすぎだろ。ということで、本日はそんな爆裂ドリブルを、極める、全一になる、神になる、といった動画内容となっております。もしかして過去一のオナニー動画。はい、改めまして皆さん、どうもです。本日は前置きの通りです。お前正気か？この連日新作が盛り上がってる中で、一人ブラックルームに引きこもるってことだろ？マジもマジ、大マジです。と言いつつ私も爆裂ドリブルの存在を、つい最近まですっかり忘れてたんだけどね。じゃあなおさらなんで今こんなことするんだよ。それはですね、先日10年ぶりくらいにやってみたら、死ぬほど面白くてですね、もうそこからは思い立ったが吉日、やるしかないと。こういう時の気力だけはほんとすげえな。ということで、ブラックルームに来ました。さて今回の趣旨としては、ただひたすらに極めるって感じなんですが、まずは爆ドリについて知ってもらおうかなと。確かに、内容なんも覚えてねえわ。その略称も全然ピンとこないし。ちなみに私も初めて声に出した。だろうな。というか、私は爆ドリなんて、スカウト条件の称号のためにやらされた記憶しかないぜ。だいぶ印象悪いねそれは。なら、せっかくだし、そのマイナスイメージを払拭してもらおう。ちょっと一回やってみてください。え、私が？普通に面倒。当時とは違う景色が見えるから、騙されたと思ってやってみて。それじゃあレベル5屈指の神ゲー、爆裂ドリブル、スタート。もはや有無を言わさずだな。まあいい、当時ぶりだし、一回くらいはな。ちなみに、ルールは大丈夫？なんとなくは。まあとにかく、障害物を避けながら星を集めればいいんだろう。そうそうそう。ドリブルをするは星を取ることで、左上のスコアが加算されていく仕組みだから、とにかく動きながら星を集めるのが、このゲームの基本だね。で、たった今現れた星以外のものは、この青いのが宝箱で、拾うと特訓終了後、秘伝書等を回収できます。まあ、スコア狙いの今回はいらないけどね。でもう一つ、こっちが今回の最重要アイテム、時計。これは右上の残り時間を増やしてくれる、まさに神のアイテムで、こいつが今回のキーアイテムとなります。とまあ、出現アイテムはこんな感じで、ここまでなかなか順調だね。まあまだまだ難易度低いしな、当たる方が難しいまであるぜ。おお、いいねいいね。ちなみに、難易度はスコアに応じて上昇、左上にレベルとして表示されてるよ。しかもレベルアップってどでかく表示されてたな。その仕様は後半でガチお邪魔になってきます。何も見えなくて発狂不可避。てか、ちょっとずつミサイルが増えてきたな。そう、妨害として用意されているミサイルと爆弾は、レベルに応じて速度上昇に爆破範囲増加、終盤は本当に地獄絵図とかします。もうその地獄が目に浮かぶぜ。あと一応右に映ってる下画面は、プレイヤー、星、アイテムの位置を表示してくれる簡易的なマップなんだけど、まあ妨害を避けるのに精一杯で、悠長に見てる暇は微塵もないね。だろうな、もうすでによそ見してたらきついぜ。さあ、レベル10まで来たぞ。当時ぶりでここまでノーミスとは結構やるね。確かにさっき言われた通り、当時とは見える景色が違うというか、己のプレイスキルの向上は感じるな。でしょでしょ？それに伴ってこのゲームの奥深さに気づき、爪がいを感じ始めるともう沼なんだよ。なるほどな。っていうかもうちょっと、喋りながらプレイするにはきつい領域に。ここら辺からがまさに爆ドリの本領発揮。子供向けの難易度じゃないよ。ミサイル排除無理すぎる。いやー、今のはちょっと欲張ったかな？顔文字うぜえな。妨害がきついから回避行動に集中したいけど、足を止めるとスコアが伸びない&時計が拾えず自利品になるというジレンマ。罪だろ今のは。つまり、その場その場で的確なルート取りと、冷静なスライドパッド操作が要求される。なんて絶妙なゲームなのでしょう。あまりにも美しい。さすがに。それは言い過ぎ。ほらほら、よそ見してたら終わっちゃうよ。残り20秒、スコアはまだ3万点。このまま終わってしまうのか？おっとここで被弾。これは決定打となってしまうか？こいつ見る側だとクソぜ。さあそろそろ時計が出現しないと厳しい時間帯。しかし無情にも星の出現位置に妨害が重なりうまく動けない。さらに爆風の範囲も最大値に到達。2個同時に落ちるだけでとんでもない制圧力。この一撃はさすがに残り時間を鑑みると。ここでフィニッシュです。お前マジで助手席のおかんくらいうるせえわ。実質妨害3つだったぞ。さあスコアの方は。1位じゃん私。え、あんだけ言っといてお前よは。まあ時計の運が良かったわけ。いいね。ま、私は万世型だから今のスコアはいいの。で、やってみてどうだった？ああ。確かに記憶よりは面白かったな。まだゲームとして詰められそう感もあったし。
そう、ちゃんとゲームとして面白いんだよ。え、どうする？私と協力して世界のてっぺん目指すってのも全然あ、そこは一人プレイでお願いします。ではここからが本番なわけですが、まずは目標を設定しようかなと。目標？現状、目指す場所がふわふわしちゃってるからね。極めるの解像度を上げておきたい。なるほど。まあじゃあやっぱり、ひとまずは称号じゃないか？結構エグいのがあった記憶だぜ。目の付けどころがいいね。そう、当時子供たちを苦しめた、超鬼畜難易度のプレイの記録、爆裂ドリブル金メダル、を最初の目標にしようと思います。たださっきのプレイで3万5000だろ？数回ダメな被弾はあったにしろ、その時点で結構ヤバそうじゃないか？まあ、ツイッターでパブさしてみても、地獄見てる人ばっかだね。相当だなこや。ではでは、5万点目指して頑張ります。はてさて、どれだけ時間のかかることやら。オフ、やっぱレベル10からが露骨にむずいな。今のは欲張りました。4つ同時やめて。これさっきもあったけど、動くの不可能じゃね？さすがに足止めるの安定な気がするぜ。もう、今のは普通に下手だな。爆風の範囲ちゃんと計算しなきゃ。ミサイル早すぎ。ドツボにはまってるな。星最優先よりもうちょっと落ち着いた方がいいのかも。言ったそばから。だって無敵時間の持続が。あれ、でも今回、こんなアホみたいに被弾してるのに、残り時間めっちゃ余裕あるな。そういえば普段より多めに時計拾ったかも。ってことは想像より運要素がでかいのか。さっきより被弾回数明らかに多いのに、ここまで残り時間に差があるし。とにかく4万点はいけそう。ここからガチ集中。え？ちょミサイル多すぎ。いきなりエグくて草。なんで急に弾幕シューティングになるの？でも意外と避けられてるか？規則性はあるっぽいからちゃんと見切れば、ごめんやっぱ無理。まあこれ初見はむずいわな。え、ちょ、速度が、おかし。まだミサイルの速度上がるのかよ。メモ手も追いつかないです。これはさすがに終わったか。まだだ。おお、時間切りすぎるだろ今の。まだ気持ちは折れてないよ。でも時計が来ないと続けられないぞ。時計お願い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 。ああ、最後来たのに。ギリギリ間に合わずと。まあでも、とりあえず4万は出せたな。それはとても喜ばしいことではあるけど、ここからさらに7000伸ばさなきゃなんだよね。今のプレイから7000か。時計運ゲーの下振れも考慮すると、必然的に被弾をもっと減らす必要があるな。まずはとにもかくにもプレイスキルだねー。回数こなすしかない、頑張ります。3度目の挑戦、せっかくなのでキャラを息吹に変えました。何回目が？キーパー湯にはどんな感じかなって、ただの味変ね、オッケー。さあ3万5000までは来たよ。しかもまだまだ時間あるな。ここまでの時計運はかなり良かったと思う。でも、だからこそここからが勝負。一回も被弾しない覚悟で5万目指します。無理そうすぎ。さあ来た、鬼畜弾幕のレベル16。今回は全部回避してあげるから。はい。はい。まだちょっと難しかったです。でもなんかこの弾幕ミサイル、大縄跳びの出入りと似てる気がする。見てから避ける、じゃなくてタイミングゲーってことか。そんな感じ。ちなみに私は大縄跳びうまく入れた試しがないです。あん、ちゃんと集中しな。ごめん中学の大縄大会がフラッシュバックした。絶対大きくだろ今後のプレイに。大丈夫大丈夫、立て直すから。ま、勝手にこけただけだけどな。残り30秒時点で自己ベスト更新か。今マジで覚醒してます私。しかも時計来たこれ、やばい5万点いける。運良すぎだろ。これが神に選ばれし爆裂ドリブラー。おいまた時計来たぞ。これ5万は確定ルートだろ。ちょっとここから道の領域だからやばい。確かに、妨害の数が凄まじいな。もう正直何が何だか分かってません。ほぼ感覚で動かしてます。まあ、なんとかなるさ。過去一頼りないなんとかなるさ。さて5万間近まで来たが、ここでさらに時計を獲得？なんなんだこの運だけ人間は。さあ2024年の運を全て使い果たし大台の5万に到達。ここからどこまで伸ばせるかが重要だが、妨害はさらに熾烈を極める。うぐ、あっとここでついに被弾してしまう。ここまでは奇跡の避けを連発していたものの、さすがに命運尽きたか。そして明らかな星欲張りで痛恨の被弾。っていうか、レベル20から難易度団地じゃね？無理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 。完全に積んでて草。ちょいこれやりすぎですてひのさん。ギア5段階くらい上がってるわ。もう勘弁して。終盤層崩れ。これは。うわぁ。20からマジでエグかったな。まあでも、目標の5万は余裕の達成だぜ。そうだけど。ジェミに倒した直後にイプシロンが現れた時のライモン中の気持ちなんだよね。わかりやすい例えで助かる。鬼畜と噂の金メダルをすぐ達成した喜びと、レベル20以降の壁を実感した絶望感。ああもう感情がぐちゃぐちゃでやんす。ならキャラバン降りるか？いや降りない。
私はまだまだ上を目指せる。だって結局さっきは9回も被弾したわけだから、これを減らせれば絶対6万はいける。次なる目標は6万か。ただあのレベル20攻略は必須だろうな。そこは練習あるのに。だから、私は金メダルよりさらに遥かなる高み。ゴッドバブレスドリブラーに、私はなる。ではここからは、練習はおにぎり理論。人なり肉となるおにぎり練習を、ひたすらこなしていきます。まあ、頑張れ。残り3秒、粘れー。よし、ハイスコア更新。着実に上手くなってるよ。確かにさっきから、5万が珍しくない数字になってきてるな。平均スコアが確実に上がってる。それはこの1時間弱の練習で、避け技術の向上はもちろんのこと、爆取りの理解度が上がったのも大きいかも。理解度？そう、ざっくり言うと、プレイ中意識することが増えた。例えば、星を取ると次の星がすぐ出現するのが、爆取りの基本的な仕様なんだけど、その際、アイテムが出現するかどうかの抽選も同時に行われてるんだよね。へえ、そういう仕様だったのか。そしてもう一つ重要な仕様。アイテムは二つ同時に存在できない。これがとても大きくてですね。つまり、すでにアイテムが場に存在する状態で、先に星を拾ってしまうと。アイテム抽選が一回分無駄になる？ビンゴ。これは一つでも多くの時計が欲しいハイスコア狙いのプレイヤーにとっては致命的。なので、アイテムを最優先で拾いに行くこと。これをプレイ中強く意識するようになりました。なるほど、合理的だ。正直、この意識を持ってあとは数をこなせば、6万はもうすぐそこだと思う。だからここからさらに頑張っていきます。いい感じだ。あと1個でも時計が来たら6万いける。お願いします爆裂ドリブルの神様。我に恵みを。くたばれたから箱。大事な場面で絶対来るやつ。さあ今回は順調も順調。しかもここで時計。これは勝ったなが回収早すぎだろ。いやまだ大丈夫。30秒近くあるから、ここからノーミスなら絶対いける。爆風の持続長すぎでしょ。これはさすがにゲームセットか？本当にすみませんでした。せめて3回のうち1回でも避けられてたらなぁ。己の実力不足が悔しい。さあ今度こそ。5万到達時点で35秒残し、過去1勝つ限りなく6万達成濃厚ペースだな。ここで決めなきゃいつ決めるって話よ。いける。今回ばかりは来たか。嘘だー。おわ。いやまだ参るまだ参る。まだ6万にはギリ届くはず。私は絶対諦めない。点まで届けー。はい。最後、目の前の星が取れていたら、星の分で確実に6万いってたな。ああ、こんなの悔やんでも悔やみきれないよ。くそ。ファック。はぁ、何今の絶対無理じゃん。星と爆弾の影が重なってたか？使用上重ならないものだと思ってたのに。しれー。2回目はワロタ。絶対心折りに来てるじゃん。いい？最高のシチュエーションだ。しかもさらに時計。5万1000で40秒残し。今までの全てを塗り替える最高の状況。おいこれでいけなかったらマジで嘘だぞ。こんな時計はぶれもう一生来ないって。何やってんだよ欲張るな。多分もう走ってるだけで6万はいけるだろ。血が緊張がやばいんだって。それに最後の1秒まで全力で戦う。それが俺たちのサッカーだ。でしょ？たとえ被弾しまくって6万いけなかったとしても、このプレイに悔いはないよ。爆取りに魂乗せすぎだろこいつ。いけー。きたー。
6万いった、でも最後いけるとこまで行く。向上心の塊。さあその精神でどこまで伸ばせるのか。時計が来たら7万もしやか。うわあ、終わったな。爆風の持続さん。ここで終了。よっしゃー。ついに6万の大台。最後の方マジで動き極まってたな。レベル20初見の時とは見違えたぜ。練習が実を結んだな。いやー、休日返上5時間ぶっ通しでスライドパッドを動かし続けた甲斐があったよ。アホやんこいつ。でもまあその成果か。終盤は6万弱連発だったな。努力がしっかり反映される神ゲーです。あと何があっても走り続けるっていう意識を持ち始めたのも平均値底上げに貢献したね。アイテム優先以外にもまだあったのか。まあそれほどこっちは理屈っぽくないけど、とにかく走った方がスコアの伸びがいいからね。ただレベルが上がれば上がるほど走り続けるリスクは大きくなるし、被弾するくらいなら止まった方が断然いい。じゃあやめた方が。でもゲーム全体を通してみると、この意識によるスコアの差は想像以上に大きい。つまり、走り続ける意識を持つことで初めて、爆取りにおける実力ゲーの割合が高くなる。イコール、運と実力の塩梅が程よくなる。そう、爆取りの真髄に近づくわけですよ。もしかして想像以上に深いのかこのゲーム。あたぼうよ。そして、そんな神ゲーに対して、私は一つ思った。さらなる高みを目指そうと。あ、流れ変わったわこれ。だってさっきのプレイも結局のところ、ダメな被弾を2回もしてるんだよ。ってことはまだ伸びしろがあるってことじゃん。私にも、ゲームにも、爆取りに取り憑かれすぎだろ。私はやるよ。日曜日も返上する。マジでバカだこいつ。ゴッドバブレスドリブラーに、私はなる。もうお好きなだけどうぞ。あれからさらに5時間の鍛錬を積んだ結果、6万すらただの通過点となりました。インフレすげーなドラゴンボールかよ。多分噛み合えば7万は射程圏内だと思う。最初の頃、3、4万の戦いだったよな。じゃあせっかくだし、その過程で編み出した必殺技も披露したいな。必殺技？来た。は？なんだ今の絶対当たってただろ。ふふふ、今のが私の爆弾回避必殺技。セーフティーコーナーズ。一丁前に名前つけてんじゃねえ。てか結局なんなんだよそれ。説明しよう。セーフティーコーナーズとは、フィールドの四隅には爆弾が 100% 降ってこないという仕様を逆手に取った最強の爆弾回避行動なのである。故に先ほどのように隅に体をこすりつければノーリスクで時短が可能というぶっ壊れ技なのだ。理屈はちゃんとしてんのな。でも、明らかに爆風の範囲内じゃなかったか？見た目的にもどう考えても当たってたような。細かいことは気にするな。当たってないってことはこれが正義なのだ。バグじゃね。最強。ただミサイルは四隅にも容赦なく襲いかかるから絶対的なアンチではないことに注意が必要だぞ。じゃあ技名のセーフティー嘘じゃん。さあ、もう一つの必殺技も披露しようか。なんで2個もあんの？ははは、今度はオフェンス技だよ。来た。え？今の取れんの？これが必殺、当たり判定こすりつけ取り。そのまんまだ。説明しよう。当たり判定こすりつけ取りとは、ミサイルの当たり判定から少しはみ出たアイテムや星に、自キャラの当たり判定をこすり当てに行くことで時短を実現させるオフェンスの究極奥義なのである。これは見るからにシビアそうな技だな。その通り、この参考動画のように、少しの手元の狂いでも被弾してしまう。がしかし、ミサイルの通過時間を無視できるという超ハイリスクハイリターンな技なのだ。故に、爆裂ドリブル界隈では禁断の技と呼ばれているぞ。それはお前だけな。なんだ今の避け方極まりすぎだろ。今のはもはや必殺技ですらない。ミサイルや爆風の当たり判定に持続時間、キャラの走行速度、もろもろ全てを己の身に叩き込むことで、常に頭を使わず親指が勝手に避ける状態にする。これぞ。身勝手の極意。最近の悟空かよ。しかも一番強いやつ。本当にほぼ脳のリソースを使わずに避けてるから、オート回避と言って差し支えないレベルだし、何より手が勝手に避けちゃうんだよね。気持ち悪。まあでもまだ完全じゃない、兆しの状態だから、レベル20以降は少し被弾しちゃうんだけど、無駄に原作準拠。ここまで極めたらもうあとは時間の問題。噛み合うまで試行回数でゴリ押すよ。最後当たってるし。はぁ、はぁ。6万突入時点で25秒残し。いける。どんだけ極めたらこうなるんだよ。確か初めて6万を超えてから、
かれこれ12時間はやってるね。狂気だよお前。でもチャンスは今しかないんだ。12時間の集大成頼む。でもちょっと時間足りなさそうな雰囲気じゃないか。え、嘘。いやそんなこと。これやばいです。時すでに遅しだろ。やだやだやだ7万行きたいって聞かれたニュース 3DSLL 重い名門見えるわー。お疲れ。もうマジ無理リスカしよ。爆取りでやむやつは多分お前が初めてだぜ。今のプレイですら7万に届かないなんて、今回ばかりはさすがに心に来るよ。ああ、あと1個でも時計が来ていたら。あ、そうだ、時計といえば、プレイを見てて思ったことがあるんだが。うん、なに？終盤、やけに時計が出現しなくないか？え？確かに、言われてみれば。いやでも、そんなことある？もし仮に何レベル以降は絶対出現しませんとかだったら、身勝手の極意をほぼ身につけた今、最終結論がただの運ゲーに。検証するしかない。よね。12時間分の映像をすべて用いて、全力で検証したところ、レベル20以降は時計が出現しない、ということが判明いたしました。とどのつまり、運ゲーだったと。認めたくない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 。いやでもあれだよ、私がほぼ被弾しない身勝手の極意を身につけたという前提があって実力要素が消えてほぼ運ゲーになったって話だから。でも突き詰めれば誰でも平等にクソ運ゲーってことだろ？はい。では今からこのゲームの結論をお見せしますね。最悪じゃねえか。だってレベル20到達時点で残り20秒って、どう頑張っても7万いけないじゃん。なら体力温存のためにも捨てゲー安定ですよ。いやでも最後まで諦めないものに勝利の女神が。そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。ゲームの使用上無理なんだから。遠藤だって爆取りなら捨てゲーするよ。遠藤の捨てゲー見たくなさすぎるわ。結局このゲームの結論は、レベル20到達までにいかに時計を拾えるか、そして7万点が目標なら、さっき出した6万8000の回から導き出すに、レベル20到達時に60秒は残ってないときつい。60残し？無理だろそんなん。正直私も限りなく無理だと思ってる。でもここまで来たら、ここまで来たら引き返せないんだよ。だって、18時間を無駄にしたくない。休日全突破してんじゃねえか。私は7万の夢を諦めない。いないれで学んだ精神が心にある限り、カッコ捨てゲー上等。だから改めてもう一度宣言する。ゴッド爆裂ドリブラーに私はなる。あと一個時計が来れば完璧。どうか爆取りの神様。八百万の神といえどいないだろうな。来たー。いるんかい。私の日曜日13時間ぶっ通しプレイに爆取りの神様も微笑んでくれたんだ。苦笑だろ。菩薩かおまけのアルカイックスマイルだよ。さあ、58.6 秒残しでレベル20へ。ただまだ安心はできないな。ここから被弾ゼロでギリ7万ってとこだろ。なんなら星を取るのも妥協できないだろうね。でも、だから面白い。迫り来る脅威から逃げながら、完璧なルート取りで星を回収していく。ああ、ワクワクしてきた。この緊張感がたまらないんだ。避け上手の小道寺？もう目に浮かぶ、歓喜の渦に包まれる私が。何やってんだ私。案の定すぎる。絶対一回は調子乗るよなお前。いや、今回は調子乗ったっていうか、正直58秒残せた瞬間からド緊張してました。さっきの全部緊張ごまかしかよ。だってあんな明確に7万見えちゃったら緊張くらいするでしょ？こちとら13時間ぶっ続けでやってんだよ。もう手も目も脳も限界なんだよ。それはバカみたいにやってるお前のせいだが。まあ、60秒残しっていう明確な基準と、その後ミスらなければ目標達成ってのは、なかなかでかいプレッシャーにはなるわな。そうなんです。説得力ある被弾だな。一回泣かせてください。マジであの被弾分で7万逃しましたね。本当に夢に出てくるからやめて。いやでも緊張は克服しないと7万は一生無理だぞ。それはそう。しかも時計上振れ会が数時間に一回。それが緊張の一番の原因ではある。絶対負けられない試合感が。できれば一回被弾した上で、7万いける策があればそれがいいんだけど。そんなんなくね。さらなる時計上振れ以外思いつかんぞ。
実際理想はそれなんだけどね。でもさっき以上の上振れを望むのは厳しい。だから可能なら自分の力で残り700を埋めたい。避けられないなら、避けなければいいのかもしれんな。え？今の声は、じいちゃん、しかもなんかアドバイスっぽいの言ってたぞ。避けられないなら、避けなければいい。どういうことだろう？いや、さすがに避けた方がよくね。うん、私も思った。だって異次元ザハンドみたいな抜け道、爆取りにはないもんね。ああ、知らないじいさんのただの妄言だぜ。まったく、一見深そうであっさい妄言を。ああ。そうか。え、まさかお前今の妄言から着想を。いやそれは全く関係ないんだけど、今思いついた方法なら、700の差を埋められるかもしれない。マジ？そんな画期的な方法あんの？ある。そして、その鍵は、下画面にある。は？じゃあ早速実践してみるね。おい、画面比率がおかしなことになってるぞ。これだとメインの上画面がほぼ見えないぜ。いや、これでいい。むしろ、これがいい。ついに気が狂ったか？ちゃんと下画面をメインに見てみて、さすればおのずと答えは見えてくるよ。と、言われてもなぁ、図になったマップ上に表示されるプレイヤーと星やアイテム、でもミサイルや爆弾は表示されないし、あえてこっちを見る価値がまるでないんだよなぁ。まだ、本質が見えていないようだね。じゃあ、少し画面比率を変更して、これで星やアイテムの出現時に注目してみて、星やアイテムの出現時？いやすまん、さっぱりわからん。ええー、しょうがないなぁ。特別大サービス、これでどう？うわ、めっちゃスロー再生。ちゃんと見比べててね。ほら今、今。あ、そういうことか。わかった？星の表示速度がわずかに下画面の方が速い。というか上画面は徐々に現れるから見づらい。ざっつらい。この瞬間を比較したらもう一目瞭然だよね。いち早く星を見つける必要があるゲーム性で、この差はあまりにも致命的。とはいえ高々コンマ数秒の話。そのために下画面を見ながらプレイはリスクが148個。え？これは最高記録を更新した回に拾った星の数です。塵も積もれば山となる。おま。まあ実際下画面を凝視できるのはゲーム終盤までの100回弱程度だけど、それだけ星拾いを最適化できれば十分。それに私は身勝手の極意を習得している。多少下画面に意識を割くくらいわけないよ。こいつマジで狂ってやがる。だから最初に出してたこの画面比率は、実際に私がプレイしてる時に意識する上下画面の比率なんだよね。8割くらい下なんだが。さてこれで毎回ランダムに出現する星やアイテムの位置に即座に対応可能に、さらにクソデカレベルアップの妨害を受けることもなくなる。イコール、変なタイムロスを最大限減らすことができる。こんな開拓できんのかこのゲーム。さあ、これで全てのピースは揃った。行こうか、7万の世界へ。さあレベル16からは平常運転。ただ余裕があれば下画面はしっかり確認を怠らず。思えば最初はここが鬼門だったのにな。もはや今となっては休憩ポイントよ。なんせ唯一規則性のある妨害だから覚えてしまいさえすれば楽勝でやんす。さあさあ調子いいですよ。あと時計1個でリーサルなはずです。きたこれ。60残し確定かこれで。いやなんならプラス2秒はあるな。きた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 。緊張は？クソしてる。ダメだろ。でもこれは計画通り、一回は被弾しても7万届く範疇なはず。だからおかげでさっきよりは落ち着いてる。じゃあ身勝手の極意完成形で頼むぞ。任せて。それに、このチャンスが来るまでにかかった6時間を無駄にしないためにも、ここで死んでもいいくらい、私の全てをかける。なんかお前とやる爆取り、重いよ。さあ、6万目前。残り時間的にも相当いいペースか。これ、いける。いけちゃう。おい落ち着け。白い歯はまだ見せるな。いやもう無理。心拍数爆上がり。動機止まらない。緊張マックス。指震える。てかこんだけ時間あるならもう攻めるのやめて。被弾ゼロ。ヒヨヒヨルートでいいですか？いい？オッケー。ヒヨります。7万いけたらそれでいいです。多くは望まないです。ダメだ。もうこいつには誰の声も届かない。やばい怖すぎる。当たったら全部終わる。休日全時計 GG だけは絶対嫌だ。あと3000。いける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 。あぶねえ。視線くぐり抜けたぞ。これマジできたわ。ああ、辛かった。あの時間たちも、今ようやく報われる。
ここまで来るのに、随分とかかった。死ね。おい、ここで階層はどっちのフラグなんだ。くたばれ。殺意高すぎ。なんでやねん。これは普通にバグで草。なんだよー。もう。またかよー。階層こればっかやん。さあ、目の前の星を取れば、7万に届く。お前が始めた物語に終止符を打て。行くよ。うおー。きたー。こいつマジで成し遂げやがった。75577、75557。ついに、この3連休、本当に辛く険しい旅だった。3日で24時間超えててくさ。特に13時間やった挙句7万が出せなかった2日目なんかは、寝るとき目を閉じたらあの音楽と光景が浮かんで、脳が勝手に爆弾避けシミュレーションを始める。思ったより深刻に脳みそを犯されてたわ。でも75577が出た今、もう何も怖くない。夢、諦めないでよかった。めげないお前がかっこよかった。とはさすがに言えないけども。まあ、相当すごいんじゃないか。前例なしだろ多分。うん、6万はちょこちょこ見かけたけど、7万はさすがにいないだろうね。まあでも、一応改めてパブさしとこうかな。私が圧倒的世界一位だって証明したいし。よし、じゃあ検索。まあ、さすがにこんな土地狂い人間他にいないだろ。7万点と。え?7万点いく爆裂ドリブルはこうなるって。確かに時間もそれっぽい。けど私はさらに500点持ってるし。まあちゃんと調べてみようか。格上おるやん。嘘でしょ。じゃあ、この人超えるまでやるか?もう限界です。